アグー・カスミルは、ナイジェリア・ラゴス出身のシンガポールの元サッカー選手。元シンガポール代表。ポジションは FW。S リーグのウッドランド・ウェリントン FC で、プロデビュー。当時から、同じラゴス出身のイキミ・ディクソンとチームメイトであった。その後、共にヤング・ライオンズに移籍し、プルシジャ・ジャカルタへの移籍で様々あった結果、ウッドランド・ウェリントン FC に移籍した。 デビュー初年の2002年には18歳の若さで27得点の大活躍を遂げ、翌年も15得点を獲得した。ヤングライオンズに移籍した2004年と、翌2005年は合計で31得点。再び、ウッドランドウェリントン FC に復帰した2006年にも17得点の活躍をした。また、2003年にはシンガポールに帰化し、同国4人目の帰化選手となった。 2007年には、ゴンバクユナイテッド FC に移籍。同年9月19日のホームユナイテッド戦では86分に、得点し100得点目を達成、18分に、コンハメドに奪われた得点を返すことにも成功した。同年末にゴンバクユナイテッド FC は、契約を更新しなかったため、海外移籍がささやかれた。2008年5月には、 インドネシアのクラブが興味を持っているとの噂があったが、結局8月に、マレーシアの PDRMFA に、ノーアラムシャーと共に移籍。しかしながら、3試合の後に、同チームから放出され、再びゴンバクユナイテッド FC と契約した。2010年には、インドネシアスーパーリーグに所属し、かつて彼が騒動を引き起こしたプルシジャ・ジャカルタに移籍。 2011年末での対談が決まると、ベトナムのハノイ FA のトライアルを受けたため、ベトナム行きが噂された。しかし12月5日には、新たに結成されるシンガポールライオンズ12の初期メンバーになることが発表された。同年マレーシアスーパーリーグを2位で終えるのに貢献をしたにもかかわらず、2013年の同チームのメンバーとはならずに放出された。 その後クラブに所属しない状態が続いたが、同年末にインドネシアのプルセバやスラバヤに加入した。2014年6月には再びシンガポールに戻り、ウォリアーズ FC の22番となったが、同年末で放出された。2003年にシンガポールに帰化し、まずは U-23 代表に招集された。U-23 代表としては、 東南アジア競技大会に2005年と2007年に出場し、2007年の際には銅メダルを獲得している。A 代表でのデビューは2004年であり、2004タイガーカップに出場し、優勝に貢献した。また、2007東南アジアサッカー選手権では代表を辞したものの、2008アフスズキカップには出場した。 続く2010アフスズキカップではミャンマー代表相手に試合終了間際に得点し勝ち点3を手に入れる貢献をしたものの準決勝へ進むことはできなかった。2007年の末にゴンバクユナイテッド FC が契約を更新しなかったために2008年の当初は代表に呼ばれないことも多かったが その中でも 2010FIFA ワールドカップアジア予選のレバノン代表戦の時にはかつて所属したヤングライオンズでコンディションを維持しており代表に招集されるのに遜色ないパフォーマンスを準備していた2006年1月には地元紙が彼の欠席について報じ物議を醸した報道によると彼はインドネシアのプルシジャジャカルタと2万米ドルの契約を交わしたにもかかわらず トレーニングに現れず、ロシアのサッカークラブのトライアルを受けに行っていたとのことである。そのため、プルシジャ・ジャカルタは契約金の返納を彼の代理人で、元サッカー選手のジュレスオナラに求めたという。続報は2月19日にザ・ストレーツ・タイムズによって報じられた。報じられたところによると、彼はおそらくカナダにいると思われ、サッカーのキャリアを追い求める気はないという。 彼の元代理人のレンガイアン・ベンガダ・サラムの発言を引用しており、彼の語ることには、カスミルはサッカーに絶望し、シンガポールに戻る気もない。契約を引き受けているのも、年8万ベイドルに達する高額で売れるからである、とのことであった。数週間後、彼がシンガポールで再びサッカーを従っているとの報道が、なされた。 コンバクユナイテッド FC を含む複数のクラブが彼に関心を寄せていたが、ウッドランド・ウェリントン FC に1年契約で復帰することとなった。この時の契約金でプルシジャ・ジャカルタへは移籍金を返納した。この一連の騒動に対して、シンガポールサッカー協会は彼に1年間の代表出場停止及び2万シンガポールドルの罰金を命じた。 代表での特典一覧、ありがとうございます。